はい、皆さんこんにちは。こんにちは。Z チャンネルの野村です。ケントです。はい、このチャンネルでは、商品紹介、服、靴、雑貨の、ご紹介であったりとか、お役立ち情報、比較といったところを、中心に、紹介させていただいております。はい、今回の、タイトルなんですけれども、デニムオアスラックスというところで、やっていきたいと思っています。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回の、なぜかっていうと、僕結構基本的に履いているのがデニムなんですよ。でデニムを中心に履いていて、スラックスはあんまり履くことがないかなっていうところで、逆にケント君の方が、スラックスなのかな。そうですね、1週間のうちもう5日ぐらいはスラックスかな、ほぼスラックスね。そうそうそう。でそれ以外の日はデニムを履くことはあるの？デニムはね、2年前から履かないんですよ。あ、そうなんだ。そう、なんでかわかんないですけど。ああ、あれだね、思考のそう変更が、変更が。ファッションのこうね、昔はアメカジっていう感じだったんですけど、今はまあ綺麗めなスタイルっていう、方向が変わってきて、そう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 、スラックスばっかりっていう、スラックスだけみたいな感じになってきてるのかな。OK、その中でももちろんスラックスのいいところで、デニムのいいところっていうのがあるので、そこをコーディネートを実際に組んで、この対談式でお話ししながらご紹介していきたいなというふうに思っています。何がいいかな、まずは。そうだね、スラックスはね、やっぱりね、綺麗に見えるっていうのが一番いいかな。他のパンツが綺麗じゃないっていうわけじゃないんだけど、ビジネスでもそのカジュアルなシーンでも、デートのシーンでも全然もういつでも使い回せるっていうのが一番いいかな。あのセンタープレスがあるってさ、そうそう、結構変わるよね。そうそうそう、分かる。タックが入ってなかったりでも全然変わるし、確かにね。そう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 、そうだよね。デニムは言わずもがな、もうね、いろんな人が履くだろうけど、もともとね、あのデニムって何からってきたら、その作業用の服として使われてたものだけど、現代の日本だとか海外とかでもそうだけど、やっぱりカジュアルとしてやっぱド定番のものにもなってるからね。ワークパンツもあれば、ワーク系の太いデニムもあれば、スキニータイプの細いものもあったりだとかね、いろいろそれこそシーンに合わせてデニムっていうところも活躍はできるので、やっぱ使い勝手の良さだよね。そうだね、やっぱり人それぞれっていうのがあるんで、僕はたまたまスラックスがハマったっていうだけ。そうだね、で僕はデニムコーデがやっぱ多いなっていうところがあるから、そこの点を中心にコーディネートの方を紹介していこうか。じゃあそうだね、はい、じゃあ実際に、シーンをイメージして、今回はオフィスカジュアル、まず一つ目がオフィスカジュアルで、二つ目に、デートカジュアル、デートカジュアルじゃないわ、デートコーデ、コーデ、オフィスカジュアルコーデとデートコーデ、この2つで、コーディネートを組ましてもらいました。まずはじゃあオフィスカジュアルから見ていこうか。はい、こちらになります。どうぞ。はい、ということで、コーディネートの方、見ていただきましたが、実際どうだった？お互いのコーディネート見て。そうだね、デニムって、意外とビジネスシーンでも使えるなっていう。いけるっしょ。そうそうそう、いけるでしょう。そう、やっぱね、シルエットが細いっていうのもあるんだけど、そうだね、そうそうそう、あんま太いとね、ちょっとビジネスシーンにうーんってなっちゃうかもしれないけど、ちゃんと白シャツと合わせて、ジャケットっていうところですごいビジネス感、爽やかな、そうね、この春夏でもぴったりな、確かに、中を白のこうロンティー、T シャツだけど、ちょっと白系のもの持ってきて、で、一番上のところを、このジャケットだけどカチッとしとけば、いけるんじゃねえかな。そうそうそう、ただあくまでも、そのスーツ系の会社さんだったりとかっていう風だったら、もちろんこれはカジュアルすぎるっていう風になってしまうかもしれない。で普段あの私服で出社されてるような方で、
今日ちょっとお客さんとお話があるとかっていう風な人だったら、まあ、これぐらいでもいいのかなっていう風なイメージだよね。そうそうね。でまあおしゃれテイストというかおしゃれな要素っていうところもちょっと入れながら、まあ、靴下で赤がちょっと見えたりだとか、うん、ロールアップして少し靴下見せてみたりとか、うんまあ、そういうところでポイントっていうのがやっぱり大事だったかな。そうだね、個人的にはね。日によってジャケットもね色変えれば着回しできるし、うん、そうだ ね、 ね気分転換にもなるし、うん、印象がガラリと変わるから変わるよね。そうそうそう、まあ、これが黒だったらまた結構印象違うもんね。まあ、そうそう、結構本当にカッチリしちゃうかな。そうだね、黒だったら、うん、確かに。逆にねスラックス、あの僕から見てても、まあ、やっぱビジネスシーンには強いよね、まずは。うん、そう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 、うん、ただやっぱりなんて言うんだろう、そのままストンと落とすんじゃなくて、あのロールアップしてたりだとか、まあ、ソックスをなしにして、うんまあ、カバーソックスとかで伸縮靴っていう風に合わせてみることで、まあ、ちょっとカジュアルダウンできて、うんまあ、それでもあのシャツで合わせてるからでネクタイも入れて、あれなかなかねちょっとこじゃれた感じの いい雰囲気のビジネスマンみたいな感じが出てるんじゃないかなって、うん、やってみようかな俺も。ちょっと見てみたいな。ねえ、なんか、はい、なかなかデニムばっかりでコーディネート組んでるとね、うん、そういうイメージでつきにくいかもしれないけど、やってみると新鮮かもね。そうそう、まあ、今回がね、あのネクタイもちゃんとやって、うんまあそうだね、やってみたんだけど、結構ガシッとしてるようなイメージやけど、あ、この辺でね、そうそうそう、この首元でね。でも足元の方でちょっと、うんうんまあ、今回ソックスの方は短いアンクルソックスぐらいにして、そうね、やっぱスラックスのいいとこってそういうところの顔がいろいろ変えれるっていうところもあるから、うんうん、確かにね、まあ、今回がグレーのこのスラックスや、うん、だったけど、そうだね、まあ、もうちょっとネイビーっていうのも全然問題ないですし、うん、黒もいいよね。そう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 、うん、まあちょっとカジュアルにして黒にしたりとかでもいいと思うし、うんいやいいね、ビジネスシーンでもやっぱりどっちも活躍するし、うんまあ、やっぱデニムだったら細めがいいね。そうだね、やっぱり細めの方がやっぱ、うん、そうね、シルエットとしては綺麗にまとまるかな、うん、確かに。でスラックスの方も別にネクタイしなくてもいいんで、うんうんうん、もうそのままシャツ着て、まあ、ジャケット羽織っても全然 OK なので、まあ、ぜひ試してほしいですね。いや確かに、まあ、このコーディネートがね参考になって、うん参考にしてもらえたら、まあ、嬉しいなというふうに思います。じゃあ続いて、まあ、デート、うん、デートということでバチバチね、男が一番気合を入れるシーンよ。そうね、もうデートなんてね、そんなしないからね、僕は。あ、そうなの？そうそうそう、ダメだよ、デートしなきゃ。あ、ダメ？もうちゃんとね、あのデートして男らしさを磨いていかないとね。すいません。まあね、あのじゃあ実際に自分がデートしますよっていう時にデニムを中心にスラックスを中心にした時のコーディネート、うん、こちらも、まあ、女の子にその女の子に気に入ってもらおうの全力を尽くしたね、うんうん、コーディネートをまずは見てもらいましょう。では行ってみましょう、デートコーディネートをどうぞ。どうぞ。はい、じゃあ実際バチバチのデートコーディネートを見ていただきましたが、どうだった？バチバチだったね。いや気合い入れたよね。キメキメだね。お互いにね、もうこれでもかってぐらいまで一番考えたね。そうだね、やっぱ女の子のことを考えるとやっぱ綺麗にいたいし ね、ちょっとあの綺麗に、でもシーズン季節感、今だったら春だからちょっと俺の場合だったらまあピンク入れて、そうそうそう、ちょっと可愛い感じも出してみようかなとかね、うん、いやどうなんだろうな、やっぱでもスラックス私服で見ると新鮮だなって思った。そうだね、まあ、今回がセットアップで、うん、そうだね、で素材の方もシャカシャカ素材、うん、うん、そう春っぽい素材、まあ本当に薄い、まあ今着てるやつなんですけど、うんうんうん、うん、そうだね、素材的には本当薄くて、まあこの黒だけど重くない、そうだね、重すぎないっていうのがある。で中がポロシャツなんだよね。そうそうそう、今回ラコステのポロシャツ着てるんですけど、うんうんうん、まあやっぱねジャケットってどうしても暑くなっちゃう時があるんだけど、そうだね、で脱いだ時にちょっと T シャツだとスラックスだとちょっとカジュアル、本当にカジュアルすぎちゃうから、うん、ちょっとデートだとうーんってなっちゃうんで、うんうんうん、そこはあえてシャツじゃなくてポロシャツ
なるほどね、襟はちょっとあった方がいい、まあ、そうそう、で、まあ夏の時もこれで脱いでも全然変じゃないですし、うん、そうだね、うん、確かにスラックスにポロシャツ結構合うもんね、合う合う合う、で、足元はもうローファーで、足元、うん、まあアンクルソックス履いてもらったりとかカバーソックス履いてもらって、あー、すっきりとね、そう、涼しくしてもらって、うん、足元がさ、スニーカーでも可愛いよね、そうそうそう、スニーカーだから例えば、なんだろう、鬼塚タイガーとか、そうそう、鬼塚、まあ、ね、あとはニューバランスだ、あ、ニューバランスもいいね、うん、あそこのあたりのアイテムを合わせてもあのデートだったらね、うん、あと相手の好みとかもあるだろうから、うん、そこにちょっと沿わせてとか、じゃあ今日はあと動物園に行くとか、うん、遊園地に行くようだったら、まあ、革靴よりもね、そうだね、スニーカーとかで合わせてとか、うん、いや、じゃあ歩き回るとこだったらね、そうだね、で、シャレたちょっとじゃあご飯行こうかとかだったら、まあ革靴でとかローファーにして、そうだね、まあ、いろいろね、そのシーンによっても分けることができるからね、うん、いや、いいよね、で、合わせるんだったら、カバン持つんだったら何かな、そうだね、カバンか、いつもね、でもね、うん、僕が持ってるのはあのショルダーバッグ、まあ、ちょっとちっちゃめの、おうおう、本当に、まあ、サコッシュぐらいの、あ、なるほど、ね、本当に軽く荷物入れる、あ、そっか、スラックススタイルだったらリュックでもありじゃない、うん、そう、リュックでも全然ありね、うん、良さそうだよね、なんか全体のバランス感が良さそうだし、うん、いい感じになりそうだね、はい、うん、デニムはどうだった実際、バチバチの、うん、バチバチのいつもの野村くんがいたねそうそうそう、決めてる時の、そうね、そうそうそう、そうね、デートって言ったらね、うん、やっぱ襟は俺も同様でちょっと欲しくて、うん、まあ、チェスターコートみたいな感じで、うん、で、中のシャツピンクで春感ちょっと入れながら、で、外で重くしすぎちゃうとどうしてもね、うん、あの色味っていうところで、あの明るめの方がいいなと思ってるから、ベージュ系のカラー入れながら、うん、でデニムは、デニム自体は、オフィスカジュアルで、使用したデニムと同じデニム、もう全然使い回してもね、そう、あの着回しっていう意味でもそのシーンごとで分けれるからいいかなと思って、うん、まあ、一つの提案として、で、まあ、足元は、まあ、ケント君と同じ風で、あのすっきりと刺してカバーソックスだったり、うん、で、今回はスペルバー、うん、まあ、白スニーカーだよね、そこで合わせて全体のまとまりっていうところは爽やかにスッキリ、うん、まあ、ちょっと顔が爽やかじゃないかもしれないけどさ , 笑うなやまあそこはちょっと全体のバランスを意識しながらっていうところでやってみたけど、うん、これ逆にしてみたら多分また面白いよね、ね、いや俺でもどうデニム履いてる自分の姿が想像できない、うん、そっか、全然履いてないからね、そうだよね、まあ、なかなかね、あと周りの人から見てもあれ、なんかこの人がスラックスとかデニム履いてる、うん、なんか珍しいなって思う、そう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 、まあ、イメージをちょっと変える日とかはあってもいいかもしれない ね、 そ う、 だね、まあ、そういう意味合いではどっちかによるっていうよりは、まあ、バランスよく今日はじゃあスラックスにして、ちょっとじゃあ明日は、まあ、あのラフめに行きたいからデニムにしてみようかなとかっていう風でもいいよね、うん、そうそうそう、まあ、いろんなの着てね、楽しんでもらいたいよね、ね、うん、でデニムだったらデートシーンとか、あの相手のコーディネートとかによってはちょっとストリートに寄せてワイドパンツとかでもいいと思うし、うん、そういうところでも、まあ、相手に合わせるっていうのも自分の好きなものを着るっていう意味では、うん、スラックスでもパターンは多いでしょ、パターンは多いですね、まあ、今履いてるのはテーパード、うん、テーパードね、まあ、これはもう本当にストレート、ああ、うん、なるほど、で、まあ、今ではワイドもありますし、ワンタック履いてるものもいろいろあるから、そっか、うん、それも自分の好みで合わせてもいいし、うん、まあ、相手の、まあ、どういったコーディネートがいいかなっていう時にそれも変えるだけでだいぶ印象っていうのは変わるんで、そうだね、うん、全体感意識しながらね、そのパンツ選びっていうのをするとね、うん、大きく変わるだろうし、そうそう、まあ、そこを一つ楽しみながらね、うん、やれれば一番ね、ファッションとしてはね、面白いよね、そうそうそう、いやー、いいね、もう話が尽きないところだけども、うん、なんかこうやってファッションの話、まあ、プライベートとかでもね、こうやってファッションの話とかっていう風になるともう無限に喋れるんじゃねえかなって思いながら ね、 ね、熱に喋れるよ酒飲みながら、そうそうそう、最高だね、いや、そういうのもいいよね、うん、ちょっとね、今度もそういうのもやってみようかな、本当、ね、いや、そしたら来るでしょ、まあ、来るかな、来るよね、お酒出ますか出すわちょっとそういうところもね、今後企画としてもやってみたいなっていうふうには思ってる、うん、はい、ということで、まあ、なんやかんやとスラックスデニムの話っていうところをしてきたんですけど、まあ、他にもいろいろ着回しができるアイテムであったりとか、あの付属してこうつけるもの
例えば帽子だとか、まあ、デニムスラックスでも合わせられるようなものっていうのも、取り揃えているので、ぜひまあチェックをしていただければと思います。まあ、概要欄の方に、そのおすすめ、スラックス、デニムに合うものだとかっていうのも少し載せておこうと思いますのでチェックしてください。はい、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。お楽しみに。じゃあねー。じゃあねー。